皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年生の国語、幻の魚は生きていたの内容です。この単元の学習目標は2つです。教科書164ページの下のところを見てください。1つ目は中心となる文に着目しながら文章の要旨を捉えるです。2つ目は筆者の考えをもとに人間の生活と生き物や環境との関係について考えを深めるです。学習計画はこのようになります。今日は第3次本論と結論、それぞれの中心となる部分を捉えてまとめようです。説明的な文章は文章の中心となる部分と付加的な部分とで構成されています。中心的な部分とは段落やまとまりで最も述べたいことが書かれた部分です。中心的な部分を見つけるためには、接続する語句のつまり、すなわちなどに着目すると良いでしょう。要旨とは、文章中で取り上げている内容の中心となる事柄や、書き手の考えの中心となる事柄のことです。要旨を捉えるには、3つの点に着目すると良いでしょう。1つ目は、その文章で何が話題、問題になっているのか。2つ目は、どのような根拠を挙げて説明しているのか。3つ目は、筆者の意見や主張はどのようなものかです。今挙げたことは、序論、本論、結論から順に捉えていくと整理をしてまとめやすいです。序論、本論、結論について復習しましょう。説明的な文章は大きく3つのまとまりで構成されていることが多いです。小学校の時は始め、中、終わりという構成でしたね。中学校では、序論、本論、結論と言います。序論とは、文章全体への導入や問題提起が述べられています。本論は、具体的な説明が述べられています。結論は、筆者の中心となる考えやまとめが述べられています。要旨を捉えるためには、まずこの構成をつかみましょう。中心となる段落から、中心となる文を見つけましょう。幻の魚は生きていた、では、序論は形式段落、1段落から3段落まで。本論は4段落から14段落まで。結論は15段落から17段落までです。序論で2つの問題提起がされています。1つ目は、クニマスはなぜ田沢湖で絶滅したかということ。2つ目は、絶滅したクニマスがなぜ遠く離れた西湖で生きていたのかということです。では、本論でこれらの問いに対応する中心となる部分を見つけましょう。その後、結論の中から筆者の考えの中心となる部分を見つけましょう。ここで一度動画を止めてノートにまとめましょう。本論の中で問題提起の一つ目に対応しているのは、
第4段落から7段落のまとまりです。その中でも絶滅の原因について説明しているのは第5段落からになります。5、6段落で具体的な経緯の説明があり、7段落でまとめています。段落の始めにある接続表現のこうしてに着目しましょう。中心となる部分は166ページ5行目。クニマスは人の手による環境の改変によって他の多くの生物とともにタダー湖から姿を消したのところになります。問題提起の2つ目に対応しているのは8段落から14段落です。タザー湖固有の種であったクニマスが西湖に移ったいきさつと、そこで生息し続けることができた科学的な理由の両方が必要になります。ですから中心となる部分は教科書166ページ10行目、クニマスの卵が絶滅前の1935年に山梨県の西湖と本栖湖、1939年に滋賀県の琵琶湖に譲渡されたというところと、168ページの14行目、移植先の西湖はクニマスが産卵して生存できる条件を備えていたのであるというところになります。結論では、15段落から17段落それぞれに中心となる部分があります。15段落では産卵場所も含めた湖全体の環境を守ること、人と生き物がつながり合った関係を維持すること、それがクニマスの保全にもつながるのだという部分、16段落はタザー湖のクニマスの絶滅は一つの種の喪失というだけでなく、そこに暮らす人々の生活や文化に影響を与えてしまうことでもあったという部分、17段落は環境を変えてしまうのは一瞬だが、それを元に戻すには気の遠くなるような時間と労力が必要という部分になります。今日は本論と結論、それぞれの中心となる部分を捉えました。国語の学習は単に文章を読むだけではありません。読んだ後、自分の生活の中に生かすことが、生きて働く言葉の力をつけることになります。今日の学習を生かし、要旨をまとめた後、人間の生活と生き物や環境との関係について、自分の考えを書きましょう。そして、いろいろな人と考えを交流し、共有し、自分の考えを深めていきましょう。